どうも、阪神情報局です。今日もタイガーズの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが11月25日の月曜日なんですけれども、今回の動画は2024年の契約公開に関する最新情報です。 皆様にご好評いただいている企画ですね。毎日追うのが難しいよという方に向け、各選手の契約内容を完全網羅。もしよろしければ、シリーズ継続の励みになりますので、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、今回ご紹介していくのは4選手。まず1人目、今シーズン2年目を終えました、野口選手です。野口選手は今シーズン、ファームで81試合に出場し、 278打数82安打、打率が2割九分5人、2ベース18本、3ベース2本、ホームラン5本、打点が35、四死球合計30個で、 出塁率が3割6分、OPS が788、得点圏打率2割8分4輪という数字。野口選手は昨シーズン1年目、いきなりファームで打率3割を記録して、ホームラン6本。で、その秋に支配下契約を勝ち取りました。そして今シーズン2年目も、ファームで打率3割近く記録して、ホームランはなかなか出なかったんですが、1本出てからはポンポンと飛び出して、合計5本。で、三振率が1年目の1割5分から、今年は0割区分ということで、全体的にコンタクト率は増しています。で、その中で今シーズン ンは1軍デビューも果たたししましたが26試合で53打数10打、打打打数数ン率1割8分9厘ホームランは0ででで点が5という数字でしたでそんな野口選手は280万円アップとなる推定年俸700万円でサインしました。野口選手、年俸アップおめでとうございます。育成の時よりはだいぶ上がったなという感じでサインさせていただきましたと笑顔の契約公開になりましたが、やはり野口選手が感じたのが1軍レベルのピッチャーの壁です。1軍投手のレベルの高さを痛感しました。ボールを点で打ってるからか 確率が低くなるんで球を引きつけてラインで打つ練習をしている一軍のピッチャーは変化球にもキレがあって長くボールを見ないといけない今年の数字を上回ることと初ホームランを打てるように頑張りたいとこのようにコメント野口選手は一軍を経験し自分のいいところと悪いところそれらが全て反映されるということに気づいたそうですだからこそ自分の課題も明確となって挑む来シーズン3年目どういう姿見せてくれるのか注目しましょうでは続いて2人目今シーズン11年目を終えました岩崎投手。� 投手は今シーズン60試合に登板し、4勝4敗、17ホールド23セーブ、防御率が2.20、57回と3分の1を投げて、奪った三振46個。 脱三振率が7.22、被打率が2割2分7厘という数字。今年は通算500試合登板も達成するなど、8年連続で40試合以上登板。まさに鉄腕です。で、そんな岩崎投手は現状維持の推定年俸2億円でサイン。2022年のオフ、4年契約で総額8億円規模の契約を結んでいますからね。まあ、その大型契約の来シーズンは3年目になると。で、今年の岩崎投手の数字を見ていただいてわかる通り、セットアッパーと守護神、この2つの役割を兼任してきました。 まあ、ゲラ投手と共に、いわゆるダブルストッパー体制で挑んだシーズンですが、藤川新監督は来シーズンの守護神を岩崎投手に指名。で、藤川監督はそのことについて、彼らしくやってくれればっていうのが一番能力があるんで、僕もよくあったけど、任せたみたいに言われると、ものすごく辛くなる。 彼のやりやすいようにやってもらえばいい。それだけ信用していると。もう絶対的な信頼寄せられていますが、岩崎投手はそのことについて、9回で考えてると言われて、正直ちょっとびっくりした面もあった。でも引き締まった。とにかく勝ちたい。今年は2位だったんでと。で、岩崎投手は今年の数字について最低限と、このように話し。 もうちょっとできたかなって思うところもある。数字の面で他のブルペン人に負けたところもあったと。本人はこのように話しますが、数字はもちろんのこと、岩崎投手が与える影響というのはすごいものがある。というのも昨日24日、チーム内で社会貢献活動やファンサービスに積極的に取り組んだ選手を称える若林忠史賞に岩崎投手が選出されました。岩崎投手は2021年から静岡市であったり西宮市など児童福祉施設に当番数に応じた金額相当の玩具を寄贈する活動なども行 となっていますで、ちょうど本日25日に行われる、球団納会で表彰されます。これは先輩である農見さんから託された使命でもありますが、活動を始めて、当初思っていたよりもやりがいがあるなって感じています。 今度訪問しますけど、子供たちが喜んでる姿を目にした時に特に感じる。1年でも長くこの活動が続けられるように頑張っていきたい。続けることが大事だと思っていますと。まさにチームリーダーですよね。岩崎投手はあと11セーブ記録すれば、100セーブのオーダーに乗ります。で、最多セーブのタイトルを複数回獲得となれば、球団の日本人投手では2人目、それこそ藤川監督以来です。 藤川監督もものすごく心強い存在と全幅の信頼をしている岩崎投手が来シーズンどういうパフォーマンス見せてくれるのか注目していきましょう。では続いて3人目、今シーズン11年目を終えました岩沢投手。岩沢投手は今シーズンファームで30試合に登板し、 1>, 1勝0敗1セーブ、防御率が2.73、26回と3分の1を投げて、奪った三振23個、脱三振率が7.86、被打率が2割6分、そして1軍では、わずか2投板にとどまって、防御率は5.40という数字でした。で、そんな岩沢投手は現状位となる、推定年俸1億円でサイン。その中で来シーズンが3年契約の3年目になります。で、岩沢投手は契約公開を終えて、成績というか、2試合しか投げていないんで、 入団して一番投げてないですし、一番貢献できてない年になった。これを巻き返す。来年やらなければキャリアとして、終わりを迎えてくることになると思うんで、そこは危機感を持ちながら、来年に向けてしっかり準備して取り組んでいきたい。何試合とかじゃなくて、一軍の戦力になるというところ、それを目標に置きながら準備したいと。今シーズンは肩のコンディション不良などもあって出遅れ、そして一軍でもなかなか思うような投球を展開することができず、自己ワーストの数字になってしまった。その中で現役時代を共にした藤川監督からは、 霊的にまだまだ老け込む年じゃないと知った激励も受けているで今シーズンの中継ぎ運用を振り返るといわゆる勝ちパターンのピッチャーたちの登板数がかなり増えましたよね 石井投手56試合、ゲラ投手59試合、岩崎投手60試合、で、桐式投手が70試合。まあ、特にトップ2が岩崎投手と桐式投手、共に左ピッチャー。まあ、ここに岩沢投手が1年間元気でいてくれると、まあ、この2人の当板数を分散することもできますし、岩崎投手と共にブルペン人のまとめ役、様々な意味で、岩沢投手が一軍にいるといないで、大きく事情は変わってくると思うんで、 来シーズン12年目、岩沢投手自身もやらなければキャリアが終わってしまうと、まさに勝負の年になりますが、一体どういう姿見せてくれるのか注目しましょう。ではラスト4人目、今シーズン11年目を終えました、梅野選手。梅野選手は今シーズン95試合に出場し、 268打数56安打、打率が2割0部9輪、ツーベース9本、ホームランは0で、打点が15、四死球合計31個で、出塁率が2割8部9輪、OPS が532、得点圏打率2割2部という数字でした。で、そんな梅野選手は現状維持となる、推定年俸1億6000万円でサイン。まあ、梅野選手といえば2021年のオフ、国内 FA 圏を行使せず、タイガースに残留しました。 で、その際、結んだ複数年契約は3年と見られていましたが、それが実は4年契約であったことが判明し、来シーズンがその最終年となる。だからこそ年俸は現状維持となったと。まあ、これは大きく話題になっていますけれども、まあ、この夫、坂本選手も4年契約を結んでいますからね。やはりそのあたりはラインを一つ合わせたのかなというふうにも感じますが、まあ、今シーズン、梅野選手は球団生え抜きキ,キャッチャー初の通算1試合出場も達成。 ただその中でホームランゼロに終わるなど、打撃面でも守備面でも悔しい一年になった。で、梅野選手は今年を振り返り、チームとしても個人としても申し訳ない。来年は反省を活かして、勝つことをレベルアップさせたいと、このようにコメント。梅野選手は野手最年長になりますが、どんどん若いキャッチャーも出てくるタイミング。で、そのことについては、自分自身はそこに負けないようにやることがチームのため、チームが勝つために数値を残していくという、自分自身の緊張感というか、やってやろうということを改めて再確認できる。 下の子たちに負けないように結果を残して頑張りたいなと思いますとこのようにコメントを出しています。先日来シーズンのキャッチャー運用に関する動画でもお話をしましたが野村バッテリーコーチは来シーズンのキャッチャー運用についていつまでも坂本と梅野に頼っていられないからチームとしては少しずつ次のところも入っていかないといけないだろうしいきなり彼らがいなくなってポンと出したら間に合わないチームとしてはキャッチャーを育成していくことも一つ課題少しずつ入って経験させていく中で覚えていく僕らもそうだったから消化試合も負けゲームとかでもサイン 出すのに緊張するからでもそういうのは大事になってくるんじゃないかなと若手キャッチャー育成というところにも重きを置くのが来シーズンその中で梅野選手も来シーズンが複数年契約最終年ここが一つ踏ん張りどころになりますからねどういう姿見せてくれるのか注目しましょうはいということで今回の動画ではタイガースの最新情報をまとめご紹介していきました 今日の動画が契約公開シリーズ4本目になりますが、今日の動画を除いた3本で、ここまでご紹介した30選手、昨シーズン比較でプラス1200万円だったんで、本日の4選手を合算すると、合計34人で、 プラス1480万円ということになります。まあ、今日はちょうど今シーズンのベストナインも発表されましたが、タイガースからは近本選手が4年連続4度目の選出になりました。この4年連続でベストナインというのは、掛布さん以来45年ぶり。で、球団の外野市では、金本さんら3年連続を塗り替える最長の記録になったということで、タイトルホルダーである近本選手や切り投手など、まだまだ契約公開続いていきますけれども、いわゆる折り返しというところですかね。まあ、今年は一体どのような着地になるのか、引き続き 一緒に追いいかけていきましょう皆さんは本日ご紹介した最新情報、それぞれどのように考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン、押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者、6万2000人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は目指せ。チャンネル登録者6万3000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。これで合計34選手の契約公開が終了。まだまだ続いていきますが、一体どのような結果になるのか注目していきましょう。ではまた。